OK 防災のおすすめ。皆さん、この2つの違いをご存知ですか？災害の時、グラウンドや広場など命を守るために逃げ込むのが緊急避難場所。そして指定避難所は公民館や体育館など危険がなくなるまでの間滞在するところ。災害時はまず近くの緊急避難場所へ。覚えておこう、近くの緊急避難場所。